お前の、悪鬼のごとき盲念を断ち切ってやる。手中の刃が、俺の信念だ。日々の鍛錬は、すべてあの勝負のため。刀は人を殺すことも、守ることもできる。まだ鋭さが足りない。刀に慈悲はない。

ックレンマタンレ今ここにる <laughs> 無限の劣化が、俺を包む。青く燃え上がる炎を切り裂き、この身に力強く、金づちが振り下ろされた瞬間、火花が散った。砕けた刃は炎の中で溶け、水のように柔らかくなり、幾度も金づちで打ち付けられる。その度、俺の刃は幾千にも折り重なり、 無数に砕け、鋼の水と化す。尽きぬ苦痛が身を焦がすのだ。この身を打たれる激痛が、瞬時に俺の記憶を呼び覚ます。絶望の淵より蘇るがごとく、俺は妖火を燃え上がらせる。この激痛は、源家のもとで悪鬼を切り尽くした勲章。源家で、 この身もろともすべてを滅ぼした、あの夜の狂気。金槌が絶えず打ちつけられ、俺は大江山での戦いを思い出した。海の妖怪の決壊を前に、俺は何もかもを滅ぼすと決めた。すべての苦痛を背負いながら、ついにこの身は砕けたのだ。金槌がどこまでも食らいついてくる。しかし、 それによりもたらされた挫折と苦痛は逆に俺を一層燃え上がらせ強靭なものにしてくれた。これまでの俺の心は硬すぎて容易に折れてしまっていた。だが、この豪華と金づちによる鍛錬の苦痛で俺は鍛えられたのだ。劣化よ。折れることのない強靭な心を俺に与えてくれ 探禁された刃は朝日のように赤く燃え上がる。再び魂を刀に宿すため、源頼光は熱く燃える真っ赤な刃を鮮血にくぐらせ、冷たい千切りをかわした。あたりに千切りが立ち込め、刃が湾曲し、火炎が刀に吸い込まれ、新たな鋭さが露見する。俺はようやく暗闇から抜け出し、 メイドの狭間からこの世に降り立った最初の一歩は重々しく苦痛を伴ったが決して迷いはない立ち上がり目の前の人を見上げた瞬間体の違和感に気がついたどうなっているのか聞こうとした矢先相手が先に口を開いた刀は修復されたばかり 力がまだ戻らぬゆえ、しばらくはこのような姿しか維持できんが、力が回復すれば、姿も元に戻れるだろう。最善の方法は、己を鍛えること。お前は、元は源家の者。ここにいることが最も早く回復する道だが、 私とお前の間にはもはや恩も恨みもない。残るか去るかはお前の自由だ。俺はしばらく考えた。この鋼さえも溶かす炎はあの者が差し示してくれた道なのだろう。俺のために炎を灯してくれたのならこちらも遠慮することはない。俺はもう逃げない。 この血こそが、俺にとって最良の砥石だ。回復した暁には、正々堂々と勝負をしよう。源頼光は、少し驚いたようだ。この短筋は、すべてが急ぎすぎた。その時初めて俺は、彼の腕の包帯と、そこからにじみ出た血の跡に気がついた。どうしたのかを聞こうとした時、 頼光は急に笑い出し新しく鍛えた刀を手に取り俺に手渡しながら行ったんだ <laughs> それは待ち遠しいな初めて源家に来た時短筋の術を教えられた両刀を生み出すには炎で焼き土で覆い水で冷やし砥石で磨き そして木の束をつける。長い道のりが必要だ。硬い鋼で作られた刃は、鋭いが折れやすい。硬くするほど容易に折れてしまうのだ。逆に柔らかな鋼を使えば、硬さを犠牲に折れにくくはなるが、鋭さにも欠けてしまう。切りつけた後に、刃先が丸まってしまうほどに。日本刀の真髄は、 強と銃の融合にある。矛盾する二つにより刀に硬さとしなやかさが生まれるそうして鍛え抜いた結果最も鋭くしなやかな刃が生まれ天下一の刀となる願わくば源家を砥石とし手中の刃を信念に己が心のままに世の悪を断ち切る天下一の刃となりたい 俺こそが、お前の悪気のごとき盲念を断ち切る、おにぎりだ